10月2日のケリヒメスイーツ。今日また声枯れてんのって思うじゃん。3本ぐらい撮ってたんだよ、これ撮る前に。単純に疲れてる。お、900台か、もう。パー属性もしくは突撃隊長とかで、ね、新覚醒の宇宙船長とかはいないか。じゃあ、127万、140万。珍しいぜ。ケリヒメが落ちた。うわ、扱った扱いになっちゃうのか、切り替えになっちゃうのか。レッツゴー。とりあえずまた同じように。大冒険の始まりよ。よいよ。遅い。結構音でかいな。隊長、ああ咳込みそう。ああ咳が出そう。出していいっすか。今出ないようになんとか頑張ってるんですけど、どうでしょう、出しましょうか。リクエストとあらば出しますが。お、なんか引っ込んできた。出さずに済みそう。あー危ない、また引っかかってる喉に。頑張れ頑張れ突撃隊長、頑張れ俺の喉。ふうよし、染まってきたかもしれない。そういえば俺これ、まあ、1日3回できるじゃないですか、討伐ボス。その前にあれだな、ちょっと待って、給水する。ウィルキンソンターさん、おいしいね。で、何の話してたかな。そうだ、今11回クリアってあったけども、俺全然クリアしきってないから回数足りてないんだけど、この前なんか iOS 版がね、アップストアに反映されなくてプレイできなかった日あったじゃん。あれで、まあ、3回は減るわけじゃん。3回以上か、もっとか。それで達成できないとかはあんのかな。なとしたら結構人によっては悔しいよね。しっかりと全部達成してるガチプレイヤーにとっては。そのあたりの補填とかあるのかな。回数でもらえるアイテム次第かな。まあ言うてプレチケとかメタグリとかそんなもんだろうね。主に多分ね、1分以内クリアか50秒以内クリアとかね、あるんだろうね。ほんとね、覚醒色だと演出長いから出の早いキャラでね、なんとかいかないといけないんだよね。そこが難しい。1分30秒以内も厳しいかも。お、そっちはなんとかなって。危ね、まだ咳込むとこだった。2分半以内。よしよし。これとは別に達成報酬でありそうだね。タイムアタック系と。2分以内クリア。1分半以内クリア。タイムアタック、タイムアタック50秒以内、きついね。で、ここじゃない、王国競技祭、こっちかな。スカスカ棒倒し、この回数のやつだけど、さっき言ってたのが42回でプレチケ。もし達成できなかったように、あれかな、補填で結局この前の6枚なのかな。で、今日終わるステージは毒にはない、ローテーションで変わるステージが
変更されるぐらいと。チャレンジステージ、ちょっとやってみるか。ネクロマンサーで押せるかな。レッツゴー。クッキースターの感じだとね、全体的に難易度最初のやつより低いから、なんとかなるんじゃねえかっていうね、淡い考えが。お、やべ、取れてない。30か。ネクロマンサー ×2 だったらなんとかいけるか。18。うん。で、激しぐれとかも出してるか。ああ、攻撃力が結構強いな。アーム3本あるけど、なんか攻撃してる時のビュンビュンビュンってモーションでザクレロを思い出すな。あの鎌を持ったモビルアーマー、すげえデザインだよなザクレロ。まあ、SD ガンダムの方だと違和感ないけど、普通の方で言うとね。でもなんかモチーフありそうだね、ここら辺の敵も。ここの戦闘 BGM なんかでかいな。今少し下げたけど。あ、咳込みそう。ごめん、ちょっとゴホゴホしてくる。いやー、さすがに耐えられなかったわ。で、手前のやつも処理しておかないと。あといくつだい？ライフ。ラストゲージ、いっちゃいな。バフついてでもそんなの関係ねえでご利用しちゃえ。ただボーナスはあんまつかなそうだな。もっと早く倒したり、何々を使わず何々を使ってとかあるだろうね。この先のリザルトで確認しよう。ああ、80万にしてと。へえ、めんどくせ。別にしなくてもいいしね。よし、じゃあ今日はこれぐらいにして、明日木曜日何の更新が来るかなと。